南西諸島近海地震では、南西諸島、琉球海溝、沖縄トラフ及びその近海を震源とする地震について述べる。南西諸島は琉球海溝と沖縄トラフに挟まれた古城の列島であり、南西諸島海溝の北端は南海トラフとつながっている。地震調査研究推進本部地震調査委員会は、西南日本及び南西諸島近海から 日本海、東、シナ海を経て、中国大陸に至る広大な領域は、一つないし複数の大陸プレートから形成されているとし、このプレートの下に太平洋側から沈み込むフィリピン海プレートと対比する意味で、西南日本及び南西諸島が乗っているプレートを陸のプレートと呼んでいる。この地殻変動は、陸上の観測点の移動として観測されており、陸のプレート上にある 南西諸島では南東内市南向きの地殻変動が見られフィリピン海プレート上にある南大東島及び北大東島は北東方向に変動している南西諸島周辺の地震はフィリピン海プレートと南西諸島が乗っている陸のプレートとの境界面で発生するプレート間地震沈み込むフィリピン海プレートの内部で発生するプレート内地震及び 陸のプレートの内部で発生する地震に分類される。また、トカラ列島近海とイリオモテ島付近に火山活動との関連が指摘される群発地震がある。一方、プレートを細分化した見方によれば、南西諸島が乗っている沖縄プレートは九州南端から台湾北端にかけて位置し、東及び南は琉球海溝を挟んで、フィリピン海、プレート、西は 沖縄トラフを挟んで、ヨ子港、プレート、北は、九州を含む西日本が乗るアムールプレートと接している。南西諸島海溝は沈み込み体及びプレート同士が衝突する収束型境界。沖縄トラフは、プレート同士が遠ざかる発散型境界及び、プレートが横にずれていくトランスフォーム型境界が、卓越している。琉球海港及び沖縄トラフの位置沖縄プレート。 およびその周辺のプレート地震調査研究推進本部地震調査委員会は2004年与那国島周辺で他に比べて地震活動度が優位に大きいとし M7.8 程度の地震が30年以内に起こる確率を30%程度としているこの時地震調査委員会は他のタイプの地震5月4日の地震に類似する地震海岸段級から推定される 南西諸島周辺の地震についても検討したが、いずれも知見が少ないとし、その発生可能性の評価をしなかった。なお、2012年現在、地震発生確率は不明としながらも、宮古島断層帯中部で M7.2、同西部で M6.9 程度の地震が予測されている。また、地震調査研究推進本部は2009年、全国地震動予測地図をまとめている。 より小規模な地震活動の再現周期については、宮古島近海の固有地震活動の研究が報告されている。建築基準法の規定により、一定規模を超える建築物は構造計算により安全性を確かめる必要があるが、その耐震基準の中で建築物の耐用年数内に想定される地震力の大きさ、南西諸島においては、 鹿児島県山地方については、Z イコール1.0。沖縄県全域については、国内唯一、全国で最低の Z イコール0.7となっている。この値は、構造計算法として、一般的な許容応力度等計算にもより複雑な、計算法である、限界体力計算にも適用される。沖縄県の地域別地震係数については、 過小評価ではないかという見方が存在している。地震の規模と発生確率が詳細に検討されるようになった中、地域別地震係数の妥当な値を求めようとする研究もなされている。古文書によって確認できない古い地震歴については、津波遺や海底のタービー台と陸上の遺跡の考古学的発掘などにより、地震の発生履歴調査が行われている。 八重山列島の津波石などによる調査では、過去3000年間に5回の津波歴が見出されている。一方、1748年に書かれた宮古島旧期においても、宮古列島の各地の村が大波で消滅したとする伝承が記録されており、これらの伝承が13世紀から15世紀に作られたと考えられていることから、この時期に宮古諸島を大津波が襲った可能性がある。 以下の表に南西諸島近海を震号とする地震のうち、被害地震 M7.0 以上の地震及び最大震度5以上の地震を示す。南西諸島ではこれらの他に遠隔地震による津波被害や台湾付近を震源とする地震による地震動の観測がある。口述にて解説してある地震については、震号地名のリンクから移動できる。 地震発生年月日の乱の月日はすべてグレゴリオ歴で記した。新王地名の乱は1923年以降は気象庁が用いる新王地名で統一した。1922年以前は推定震源域のほか主な被災地域を表記したものがある。ここでは主に死者を出した地震、震度5強以上、または急震度階で震度6以上の地震。 最大震度5以上が複数回観測された一連の地震、地震調査研究推進本部が大地震の再現周期を検討するにあたって取り上げた M7.5 以上の地震について記す。なお、渦では同震円の中心によって新大位置を示した。1771年4月24日午前8時頃、八重山レ島近海北緯24度。 統計124.3度を信号とする M7.4 津波マグニチュードマウント8.5の地震が発生した。最大高さ30メートル弱と推定される津波が八重山列島及び宮古列島を襲い壊滅的な被害を生じた。八重山列島では9400名余り、宮古列島で2463名が溺死した。家屋の流出などにより全壊した家屋は、 八重山列島で約2200棟、宮古列島では少なくとも800棟に上り、石垣島では完全に消滅した村もあった。八重山列島と宮古列島以外に被害記録はなく、極めて指向性の強い津波であった。地震動は小さく、石垣島では震度4程度と推定される。八重山地震及び八重山地震津波の名で知られる。古くは、 県流大津波または、八重山大津波と呼ばれ、1968年に、牧野清志が表した、八重山の名和大津波以降、名和の大津波とも呼ばれるようになった。石垣島における津波の最大訴状校は、大波の自各村の形業所の記録によれば宮名が、村で85.4メートルに達し、日本最高の訴状を記録とされるが、 実際の素状高は25メートルから30メートルと考えられている。また、書式核日記には、房総半島まで津波が来た可能性を示す記述がある。地震のメカニズムとしては、定説が見出せていない。地震調査研究推進本部地震調査委員会は、地震に伴う震度が小さいこと、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う、 歪みの蓄積が認められないこと及び巨大地震の発生が歴史記録上他に知られていないことからプレート間の巨大地震とみなすことは難しいとした。また同地震津波は通常の地震性海底地殻変動モデルで説明することはできないと推測されていることを取り上げた。海底地形調査によれば石垣、入表島南方約4 0トルに位置する 黒島海急南側斜面で海底地滑りの痕跡が認められているが、このことについても、その最も新しい現象が、八重山地震津波の波源であるとは断定できない、としている。1901年6月24日16時2分、奄美大島近海、北二28度、統計130度を震号とする M7.5 の地震が発生した。震域は広いが、被害は少なく、 なぜ市内で、石垣の崩壊等の消費害があった。宮崎県細島で高潮を観測し、最大21から24センチメートルに達した。1909年8月29日19時27分、沖縄本島近海、北緯26度、東経128度を震号とする M6.2 の地震が発生した。那覇、首里で、家屋全半壊6棟、死者1名。 その他で、前半海中旨、死者1名の被害が発生した。1911年6月15日23時26分、奄美大島近海、北緯28度、東経130度、深さを 140km を震源とする M8.0 の地震が発生した。マグニチュードが推定されている南西諸島近海の地震としては最大規模の地震である。 なぜ速攻所で震度6に相当する揺れを観測したほか、那覇速攻所などでも震度5相当の揺れがあった。機械島地震の名で知られ、明治奄美大島近海地震とも呼ばれる。人的被害は死者12名、負傷者26名である。機械島では全島の家屋2500棟のうち401棟が全壊し、1名が死亡した。 奄美大島では11棟の家屋が全壊した。徳之島では崖崩れに伴い5名が死亡した。震源から3 0 0トルほど隔たった沖縄島南部でも598カ所に上る石垣が崩壊、死者1名、負傷者11名を伴った。近畿地方でも震度2から3の揺れがあったとされている。地震のメカニズムとしては勇敢範囲が広いこと。 震源が1 4 0トルと推定されることから沈み込んだプレート内のやや深い地震とする考え方が有力である。この付近を震源とする地震の再来周期や活動歴は不明である。しかし、産後章に残された海岸段丘の痕跡から過去7000年間に4回の隆起が記録されており、6300年前に5メートル、4100年前に1メートル。 3100年前に1メートル、1400年前に2メートル、それぞれ隆起している。1938年6月10日18時53分、宮古島北西沖、北伊25度33.4分、東計125度2.1分、震源深さ22キロメートルを震源とする、M7.2 ないし、M7.7 の地震が発生した。地震後、 小津波が近くの島に到達した。宮古島平良港では地震後10分で津波が到達。波の高さ1.5メートルで桟橋の流出などの被害を生じた。この地震は沖縄トラフで発生した浅い地震と考えられている。気象庁による各地の震度は以下の通り。1947年9月27日1時1分、与那国島近海。 北緯24度42分、東経123度12分、震源深さ 96km を震源とする M7.4 の地震が発生した。石垣島で死者1名、入表島で死者4名の人的被害を出した。河原の落下、地割れ、落石などがあった。気象庁による各地の震度は以下の通り、百五十八年三月十一日九時十六分、 石垣島近海、北緯二十四度四十八点六分、統計百二十四度二十三点四分、震源深さ五十七キロメートルを震源とする m 七点二の地震が発生した。死者二名の人的被害を出した。気象庁による各地の震度は以下の通り、九百六十六年三月十三日一時三十一分、与那国島近海、北緯二十四度十四点4分、 統計122度40.2分、震源深さ 42km を震源とする M7.3 内市7.8の地震が発生した。この地震により与那国島で死者2名、家屋全海1棟、半海3棟、石垣崩壊23カ所等の被害があった。沖縄及び九州西海岸で小津波が観測された。気象庁による各地の震度は以下の通り、 入表島付近では1991年から1993年にかけて地震活動が活発となり、沖縄竹富町ではこの3年間で2000回以上の有感地震を観測した。特に1992年10月14日から10月20日にかけて最大震度5の地震が5回発生している。全体的な震源分布は北西南東方向に分布しており、 震源の深さは主に8から1 2トルであった。また、初動会は、静断層と推定されている。地震の最大規模は M5.0。気象庁による、竹富町入表での震度別地震回数は以下の通り。1995年10月18日19時37分、奄美大島近海、北緯28度1.9分。 統計130度22.8分、震源深さ 39km を震源とする M6.9 の地震と10月19日11時41分、奄美大島近海、北緯28度1.1分、統計130度26.3分、震源深さ 21km を震源とする M6.7 の地震が発生し、共に鹿児島県機械町で最大震度5を観測した。 浦原で水上承地3メートルの津波を観測しているが、地震の規模に比べ津波の高さは特異的であった。気象庁による10月18日19時37分の地震における各地の震度及び、鹿児島県機械庁における10月31日までの14日間の震度別地震回数は以下の通り。1998年5月4日8時30分。 石垣島方沖、北緯22度22.7分、統計125度26.2分、震源深さ 35km を震源とする M7.7 の地震が発生した。最大震度3。到達した津波の高さは最大 10cm 程度であった。規模の割に津波の高さが小さかった原因は横ずれの断層運動であったため、 縦ずれ成分が小さかったためと考えられている。震源域は南西諸島海溝の南側であり、フィリピン海、プレート内部の地震と考えられ、この地震の発信機構として求められた CMT 海と一致した。気象庁による各地の震度は以下の通り。2000年10月2日16時44分、都から列島近海、北伊29度24.7分、 東計129度27.5分、震源深さ 25km を震源とする M5.9 の地震が発生し、鹿児島県豊島村の悪石島で最大震度5強を観測した。この地震を挟んで16時29分、17時4分にも同観測点で最大震度5弱を観測するなど、この日、トカラ列島近海を 震源域とする震度2以上の地震は29回を数えた。気象庁による16時44分の地震における各地の震度及び鹿児島県と島村、悪石島における10月15日までの14日間の震度別地震回数は以下の通り。2001年12月9日5時29分、奄美大島近海、北緯28度14.9分、 統計129度29.3分、震源深さ 36km を震源とする M6.0 の地震が発生し、鹿児島県奄美市で最大震度5強を観測した。人的被害はなかった。気象庁による各地の震度は以下の通り。2010年2月27日5時31分、沖縄本島近海、北緯25度55.1分。 統計128度40.8分、震源深さ 37km、M7.2 の地震が発生し、糸満市で最大震度5弱を観測した。沖縄本島で震度5を観測したのは1909年8月29日の地震以来101年ぶりとなった。負傷者2名、重火の一部破損4棟、また、南城市で0.1メートルの津波を観測した。 気象庁による各地の震度は以下の通り、2021年4月9日から12日にかけ、トカラ列島近海で、有感地震の数が180回を超える群発地震が発生した。2021年4月10日の午前7時7分には、マグニチュード5.2、深さ 20km の一連の地震活動で最大規模の地震が発生した。 この地震で震度4以上の揺れを観測した地域は以下の通り、ありがとうございます。